どうも、あいちです。今回は受験生からもらった相談、プチ相談ですね、やっていこうと思います。で、その相談内容がこちら。定期テストはね、ある程度取れるんですけど、実力テストで、まあ、ボロボロになってしまうと。で、この実力テストの得点を上げたいんですけど、どうやったらいいですかという相談、答えていきたいと思います。で、この悩みはですね、持ってる方結構いると思うんですよ。定期テスト、例えば350点取れるんだけど、実力点になると200点とかに下がってしまうとか、やっぱいますよね。実力点の方がやっぱ取りにくいのは当たり前なので、まあ、逆の方もたまにいらっしゃいますけどね。で、まあ実力テストのまず特徴としては、まあ一番は範囲が広いこと。これがまあ一番ですよね。じゃあ、まあ模試とかも範囲が広いものなので、まあ実際の受験、その本番もさ、範囲広いものやるから、じゃあ、範囲が広いテスト。範囲が広いテストをどう攻略するのかっていうところにまあ焦点を当てて話していきます。で、まずですね、例えば、定期テスト、あ、いや、ごめん、実力テストが今350点の方が400点に伸ばしたい。50点アップね。350から400点に伸ばしたい人と、150点の方が200点に伸ばしたい。この二つどっちが伸びやすいかって言ったら、350の方が伸びやすいです。基本的には。ただ、450が500になると、これまたね、応用力の話になっちゃうから、ちょっとこれはまた別なんだけど、上の方が伸びやすい。っていうのは実定。これは個人的な、意見というか考えね。で、なんでかっていうと、結局、範囲が広くなったら何が起こってるかっていうと、穴が多く出てくるわけですよ。穴って何かって苦手単元とか分かんない単元ね。範囲が広くなればなるほど、もちろん範囲が広い分、抜けてるところが増えてきます。で、350点取れてるってことは、まあ、350点の方と150点の方比べたら、当然350点の方が穴が少ないです。150点の方の方が苦手単元というかできない単元が多くなってくる。だから350点の方っていうのは苦手単元が少なくなってくるんで、そこを埋めていけばいいの。これは150点のね方も同じだよ。苦手単元っていうか穴になってる部分をどんどん舗装していくん、埋めていくん、知識を入れてね。で、埋まっていけば埋まっていくほどテスト本番の時に穴に落ちないわけ。穴に落ちるっていうのは苦手単元に当たらなくなる。できる単元に当たれば得点は当然伸びるので、だから350点とかの方の方が穴が少ない分、勉強量をそんなにやらなくても埋めやすいんだよね。で、全部埋めた上で外400点とか430点とか伸びるから、そっから上に行くためにはもう応用力をどんどんやんなきゃいけない。問題集をこなしてっていう必要が出てくるんだけど、まずはそこの違いがあります。で、今回相談を受けた子は150点ぐらいだったかなの方だったので、まあ、どこまで伸ばしたいかは書いてなかったですけど、じゃあ200点まで行こうと。まあ、50点伸ばしたいとした時に、穴がやっぱりいっぱいあります、当然。言い方悪くてごめんね。でも穴は絶対いっぱいある。で、まず大事なことは、自分が何ができないのか。それを、数学はもう嫌いとか、理科は嫌いって言うんじゃなくて、理科が嫌いの中でも、ここはある程度できるけど、ここはできないってのはあるわけ。そこまでちゃんと分析してあげる。逃げない、分析することから。で、それをしてあげたら、そのね、まあ、例えばこれがね、電気が苦手とか、理科だったらね、天気が苦手とかさ、力、圧力が苦手とか、いろいろあるわけじゃん。で、そっから、まずはやっぱり出やすいものから埋めていく。もしくは、やりやすいものから埋めていく。理科だったら、ごめん、理科だったら、さっき言った電気とか天気とか圧力は計算系なのね。これはやっぱり理系の子。理系は数学が特に嫌いな子なんかは特にやりたくないところ。で、ここを頑張るんだったら、例えば、葉っぱのところとか、1年生の最初の葉っぱのところとか、暗記だけで勝負できるところを先にやった方が絶対伸びます。伸びやすいよね。だから、舗装しやすい穴を。そこはやっぱり選ぶのはみんななんで、こっからやんなさいとは言えないんですけど、そこをしっかり選ぶ。あれもこれも、ここもここもここも同時に舗装しようとしない。1個ずつやる、必ず。もちろん、一科目一個ね。もう、理科だけ頑張るぞ。それはいいんだけど。でもまあ、理科と数学一緒にやりつつとかね。ただ、理科で、ここと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 か欲張んない方がいい。一個ずつきっちり埋めていく。いい。で、いつも言うけど、勉強っていうのは新しいことを覚えるっていうことと、覚えたことが抜かないようにするっていう、こう止める作業が大事なので、しっかり復習して定着させる。ちゃんと穴を埋めるまで欲張って次行かないっていう。ことを意識してやってください。でも、勉強してもね、得点が伸びないとか、偏差値が上がらないとかね、まあ、その夏休み明けに実定が伸びないってことも起こります。で、これは若干運要素なんだけど、例えば理科とかっていうのは、まあ、大問がいくつかありますよね。数学もそうだけど。で、理科も、じゃ大問6、6まであった時に、まあ、大問1が小問集合だし、まあ、ちょっとこれ置いときましょう。小問集合だからね。2から5まであった時に、じゃあ2で葉っぱが出ましたと。じゃあ3が天気が出ましたと。4が電気が出ました。5は音でしたとか。で、出てくる単元がさ、その全部出るわけじゃないわけよ。だから、自分が舗装作業をしたところが出るとは限らないわけ。たまたまそこが全然出なかったら得点は伸びないよ、当然。だって、舗装した穴ばっかなんだもん。穴落ちた、落ちた、落ちたになっちゃう。で、逆に言うと、運がいいと、舗装した場所に当たればさ、舗装した、舗装した、舗装した穴だった。舗装がいっぱい増えれば得点は上がるよね。
で、ここは運になってしまう。でも、運になってしまうんだけど、やっぱり、舗装した数だけ穴に落ちにくくなる。穴に落ちる確率は下がるわけよ。で、それをやることがやっぱ勉強なんだよね。だから、実力テストを上げたいんだったら、その苦手単元のところをはっきりさせて、まず自分がどこを舗装させるのか、今自分は何をやってる時期なのかっていうことをはっきりさせて勉強するの。それが大事。これは全部の科目そう。社会でも歴史をやるんだったら、もう全部うわーってやるんじゃなくて、今私は江戸時代を勉強してるんだって、江戸時代を頑張ってるとこなんだってはっきりさせる。で、江戸がある程度固まったら、まあ先に行って明治に行ってもいいし、戻ってね、鎌倉とか戻っても構わないですけど、一個ずつ埋めていくっていうのをやっていきましょう。で、まあね、その終わった後にさ、さっき言ったように、運悪く穴に落ちちゃってさ、出てきた問題がね、出てきちゃって、もうテンション下がるかもしんないけど、でもやっぱりやり続ける、継続して穴をしっかり埋めてったら、それが受験本番で穴が減ってればさ、ちゃんと舗装したところが出る確率上がるわけなので、そうやって、あのね、実践を上げるためには本当に粘り強く勉強するしかない。しかないんですけど、でも努力の比例して得点は伸びやすくなるから、ぜひ頑張ってもらえたらと思います。